バスです。今回は、ホテルから、2、3分の距離歩いたところにありました、タイムズスクエアに来ております。どうですか？やはりここはニューヨークの中心といっても過言ではないぐらいの代表的な観光スポットですね。年越しイベントなどでは本当に何万人という人がここに来て、カウントダウンを祝うといった感じですね。交通規制も敷かれます。で、ここはですね、本当に眠らない街っていうのはもう本当に言葉通りで、私が初めてニューヨークに来た時なんですけども、このメイン通りのホテルに最終日宿泊することができまして、本当に真夜中でもですね、本当にずっと明るかったんですね。本当に印象的でした。で、タイムズスクエアには本当に、まあ、観光地として雑誌等々にもいろいろ載っているんですけども、じゃあ実際は何があるのかというと、この東芝の会社の、広告ですね、今真正面に映っている広告等ですね、それがあるのと、その前に、赤色の、電飾液晶がついた、階段ですね、電飾っていうんですかね、まあ、赤い階段ですねがありまして、あとは、ライオンキングウィキッドなどの、ミュージカルの劇場がこの近くにあります。まあ、この通りがブロードウェイと呼ばれる、道なんですけども、このブロードウェイのミュージカルっていうのが、劇場が近くにあります。そしてこのミュージカルの格安チケットを販売しているチケッツっていう販売所もここにあります。この後どんどん近づいていくと、そのチケットのチケッツっていう場所も見れると思いますので、ぜひ参考にしておいてください。で、ここはですね、やはり観光地ということもありまして、お土産店ですね、あと各、ブランドというよりかはやはりユニクロ、ギャップ、M&M、そういうものがありますかね。あとはヤンキースショップなどもあります。で、食べるところは本当に、ニューヨークの有名なウルフデギャングステーキ、もしくはハンバーガー屋さんでいうとシェイクシャックとかもここら辺にあります。で、この通りにですね、マリオットマーキュリーズっていうホテルがあるんですけども、そこの中に入っているバーですね、ザ・ビューっていうホテルのバーなんですけども、そこはホテルの、上層階に位置しておりまして、そこのホテルがですね、360度建物自体が回転するようになってるんですね。ホテルの何ですか、その建物自体がですね、だから窓から景色を眺めてると、20分だか25分ぐらいで一周するんですけども、360度景色が楽しめるっていうホテルのバーなんですね。本当に中に入ってみると本当に不思議な気分になりますよね。真ん中の軸だけ動かない構造になってるんですけども、座ってる席はですね、ずっとゆるーく回転してるんですね。どうですか？やはりニューヨークに来たら、ここはちょっとニューヨークに来たっていう実感ももらえる場所なんでね、ぜひ最初の方に来てはいかがでしょうか。ここは本当に昼間来てもですね、夜に来てもですね、私が歩いた感じだと本当に夜中の12時1時とかでも本当に人が多いのと、あと何よりおまわりさんが本当に NYPD のおまわりさんが本当に多いので、安心して歩いて観光することができます。この液晶の綺麗さですよね。これ私本当に初めて行った時は本当に衝撃を受けました。本当に綺麗です。で、この日は、あいにくの、まあこれ小雨ぐらいが降ってるんですけども、まあ、ちょっと寒かったんですけどもですね、やはりここに来たらやっぱりちょっとテンションっていうのはやっぱり上がりますよね。ここに来たぞっていう、ニューヨークのタイムズスクエアに来たぞっていう感じがして、本当にテンションマックスになりましたね。ちょうどこの正面に映っているのがチケッツって書いてある赤い看板、あれがチケッツですね。ブロードウェイの、ミュージカルの格安の、販売所ですね。
やはりこの赤い階段は印象的ですよね。JG の TV とかにも使われているこの赤い階段、あとこの気象の綺麗さですね。本当にぜひ一回行ったことない方は見に行ってほしいですね。こんなに綺麗なんだって、まあ、日本にもあの広告っていうのはたくさん出てるんですけど、ここまで液晶が多い看板って日本には存在しない気がするんですよね、私的には。でこちら GoPro で撮影してるんですけども、やはり GoPro の良さっていうのはこういう人の目線ではない、これ本当に地面とスレスレで撮影してるんですけども、やはりこういうのが撮れるっていうのはまたいいですよね。こうニューヨークをまた違った角度から見れるっていうのもまたいいですね。でこのステップなんですけども、ここは、残念ながらこの行った日はですね雨が降っていたので、ステップはクローズということで入れないようになっておりましたね。雨が降ってなければ基本的に開放されて一番上までね行けるようになっております。あのモヤモヤサマーズの、インニューヨークで、オープニングが捉えたのはちょうどこの場所ですね。ちょっと上がりたかったんですけど、警備員の方に聞いたら雨の日は終日開かないということでしたんで、今回は諦めました。いかがだったでしょうか。今回は、ニューヨークのタイムズスクエアを紹介させていただきました。最後までねご視聴ありがとうございました。